ハーフパイプの断面ハーフパイプとは、スケートボード、インラインスケート、BMX で使用される代表的なセクション。雪上に設置したものを、スノーボード、スキーでも使用し、そのまま競技種目名にもなっている。名前通り円筒を半分にして、横に倒した形状をしており、水平な底面ボトム、円弧状の斜面トランジション、頂上の水平部分デッキからなる。またデッキの円の部分をリップと呼ぶ。競技者はこの中をブランコのように往復し、両側の壁の頂上付近や空中に飛び出している間に様々な技を繰り出す。X ゲームズなどの大会ではスケートボードでバートと呼び、スノーボードスキーではスーパーパイプと呼ぶこともある。バートランプミニランプ鉄や木の骨組みに合板や鉄板、スケートライトなどの板を貼って作られ、主にスケートパーク内に設置される。ほとんどのものはリップ部分にコーピングと呼ばれる鉄パイプが埋め込まれ、リップを保護しつつ技もかけやすくしている。大きさによりバートランプとミニランプに分けられる。フィート単位で設計されていることが多い。以下の3種はハーフパイプではないが、そのバリエーションとして捉えることができる。スノーボードのハーフパイプ、ハーフパイプのスノーボード、スキー用のハーフパイプは雪を固めて作られる。雪上では速度を維持しづらいので、緩い斜面に作られた長いハーフパイプを往復しながら徐々に下っていく。かつては手掘りで深さ1メートル程度だったハーフパイプも、現在のオリンピックでは雪上車で作られた全長120から130メートル、深さ3から5メートル前後のコースを使用する。X ゲームズではさらにリップからボトムまでが深い 5.5 メートル近くのパイプが使用される。2014年4月と2015年3月には2つのパイプを並べた競技大会、Red Bull Double Pipeが行われた。1998年長野オリンピックからスノーボードが、2014年ソチオリンピックからスキーがそれぞれ正式種目となる。左右のリップを往復し5から7回のジャンプをする。採点は全体的印象、回転、標準に技の大きさなどを50点満点方式で採点されるが、毎年微妙なルール変更が行われ競技者を悩ませる。正式種目化に伴い選手たちはスノーボード協会がある国においても、各国のスキー連盟にところ属する必要が生まれた。これは強い反発心を生み、当時世界最高の競技者であったテリー・ハーコンセンらが大会出場を拒否することとなった。また、他の競技がワールドカップを世界最高の舞台とするのと異なり、ワールドカップには出場しない有能な選手が X ゲームズに出場し、世界最高の大会になっている。クォーターパイプはオリンピック種目にはなっていないが、テリー・ハーコンセンが主催するザ・アーキティック・チャレンジでは、ボトムからリップまでの高さが9メートルのクォーターパイプを使用するなど、大会も多く行われている。なお、この種目でテリー・ハーコンセンはリップから 9.8 メートルの高さに到達し、世界記録に認定されていたが、スキーヤーのサイモン・デュモントに35フィートでこの記録を塗り替えられている。スキーは2014年ソチオリンピックから正式種目になった。エアの技スノーボードハーフパイプ選手、スキーハーフパイプ選手。ありがとうございます。